陸前高田市には学芸員7人のうち6人が津波の犠牲になった博物館がある。こちらが博物館ですね。その壁がもう全くなくて、上見るといろいろ刺さってるんで、あそこまで水がいったんだなっていうのが分かりますよね。津波は2階建ての建物の天井にまで押し寄せ、その場にいた学芸員と収蔵品を飲み込んだ。主任学芸員の熊谷さんは津波の時一人他の場所にいて難を免れた。なんか申し訳ないかなっていうふうに、生き残ってしまって申し訳ありませんじゃないですけど。陸前高田市立博物館は53年前に建てられた東北初の公立博物館だ。昆虫や植物標本、動物の剥製、民具、漁具など15万点ものコレクションを誇り、地元の子供なら何度も見学に来る場所だった。ここの博物館の資料っていうのはもう本当に9割9分って言っていいほど市民の方からの寄贈されたものが多いんですよね。だからね、そういう思いっていうか、そういうものもいっぱい詰まってますんで。陸前高田で暮らす人々の思い出がこの博物館には詰まっていた。そんな大切な資料を救い出したくても、震災直後は避難所の対応に追われなすすべがなかったという熊谷さんだが、ちょうどその頃博物館を訪れた人が大切なメッセージを残していた。被災直後ちょうどこの場所に書き置きがあったそうなんですね。その書き置きの写真がこちらにあるんですけれども、そこにはこんな言葉が書かれていた。博物館資料を持ち去らないでください。高田の自然、歴史、文化を復元する大事な宝です。この写真を撮影したのは遠野市立博物館の学芸員だ。前川沙織さんは震災発生から2週間後陸前高田に駆けつけ、その書き置きを見つけたという。書き置きを見つけまして、それを見た時に私は正直足が震えたんですね。でこれがその高田の人たち、亡くなった人たちの声のような気がした気もしましたし、決してそのふるさとの宝っていうのは失われていないんだっていうのをこう伝えなければならないっていうふうに思いました、ね。4月から前川さんら博物館関係者や研究機関の人々によって大掛かりな資料の探索作業が始まった。土砂の中から一点一点探し出し、15万点のおよそ7割、10万点を回収した。救い出した資料の一部は廃校になっていた学校に運ばれ、修復作業が続けられている。人々のかつての暮らしを伝える民具は乾燥させた後、手作業で砂や泥を取り除く。座って測るんですね、本当子供用に。今だったらこんな、むしろこんな天には作らないでしょうね。使ってた方の顔っていうんですかね、その存在っていうものをすごく感じる瞬間がやっぱりありますんで、個人だけの記憶ではなくその地域の記憶にもつながっていく貴重な情報なので、そういうものはなんとか物だけじゃなくそういう記憶も救出したいなっていう思いではやってるところですね。コツコツと進められる作業を妨げる深刻な問題もあった。
実は博物館の資料には全てにラベルが付けられ、誰がいつどこで採集したかなどの情報を知ることができる。ところが津波で資料の多くがそのラベルを失ったのだ。ラベルがなければ学術的価値はない。図鑑を見比べながら貝の種類を特定していく。可能な限り情報も復活させたいという。でもこれすごく気が遠くなるような作業じゃないですか。もう我々も実際気が遠くなってますでもやらなきゃならないんで。陸前高田の博物館には剥製や昆虫、植物など4万点の自然標本があり、それらは全国40カ所を超える博物館や研究機関に運ばれている。千葉の山科鳥類研究所では鳥の剥製を修復している。時代を映す鏡でもありますので、この時代にはこの種の鳥がここにはたくさんいたんだと。国の天然記念物に指定されているイヌワシ。実は岩手は日本で最も多くイヌワシが生息している県だ。だが年々数を減らし絶滅の危機にある。自然標本は環境の変化を伝えてくれる貴重な証言者でもある。標本の中でも蝶などの昆虫は小さいゆえに羽も薄くダメージには弱い。修復には特に繊細な作業が必要になる。これはその中でもまあかなり状態の あまり良くないものですね。泥の中の栄養によって、カビが生えたり、そのまま腐ってしまったりというふうな感じで。兵庫の伊丹市昆虫館には1300点の蝶と蛾の標本が運ばれている。顕微鏡で確認しながら触覚についたカビを丁寧に取り除く。津波で被災した昆虫標本の修復は専門家でもほとんどノウハウがないというが、試行錯誤の末こんな方法を見つけたという。意外とこの水をスプレーでかけるというので落ちることが分かりました。ではやってみます。蝶や蛾の羽の表面には鱗粉という粉がついている。鱗粉は水を弾く性質があり、スプレーで水をかけると汚れだけが流せるのだ。長島さんら3人の学芸員はこうした作業を通常の業務が終わった後に続けている。うまく飛ばすことができる。陸前高田のものに関しては二度と手に入らないような財産なので、一個体たりとももう捨てずにどうにかして、もう汚れたまんまでもそれは汚れた被災の記録にもなりますしということで、全て何一つ捨てないでやろうというふうに決めてます。針とラベルしかない標本もある。だがこれもかつて陸前高田にいたことを伝える貴重な記録だ。東京上野の国立科学博物館。ここには被災地で発見された有名な石が展示されている。気仙隕石、日本で確認されている最大の隕石だ。この石は1850年6月13日明け方、今の陸前高田市に落下した。正確に落下日時まで分かるのは当時の記録が残されていたからだ。吉田家文書は江戸時代から気仙地域を統括していた吉田家当主の日誌で、隕石落下の状況も克明に綴られている。
一昨四日明け方、前後雨もなく、この辺空鳴り渡り、雷声のようにも相決めがたく、目を閉じ動転つかまつり候。隕石落下の公式記録としては日本最古のものだ。この文書は陸前高田の図書館に保管されていた。私が今いるのは陸前高田市立図書館なんですけれども、ほとんどの書物がやはり津波によって流されてしまっていました。ただ奇跡的に残ったものもありまして、それがこちらの収蔵庫にあった古文書、吉田家文書です。95冊からなる吉田家文書は流されずに全て残っていた。しかし津波で被災した資料は一様に泥まみれになり、塩水を含んでずっしりと重い。吉田家文書も同じ状態だったという。吉田家文書は岩手県立博物館で修復が続けられているが、江戸時代というその古さが幸いしていた。一番助かるのがこの類だと思います。和紙と墨という昔の和紙と墨というのはともかく強い。和紙と墨は水洗いしてもにじまないのだ。何度も水に浸しては乾燥を繰り返し、塩分を取り除くことができる。しかしこんな苦労もある。濡れて互いに張り付いた紙を一枚一枚慎重に剥がし、隙間を空けて乾燥させなければならない。吉田家文書は現在7割の修復を終えている。関係者の努力で原本は救われたが、でここからあそこまでが全部93冊分、あと2冊で終わりだなって言ってたのがそうだったんですよね。じゃあここにあった93冊っていうのはもうどこ行ったか分かんないんですか？全然。佐藤さんは図書館に勤めながら地元の人たちと共に吉田家文書の解読を20年間続けてきた。95冊のうち93冊まで解読を終えていたが、その原稿もパソコンのデータも全て津波がさらっていった。これからどうなんだろう、どうすんだろうね、どうしますっつったら、だって一からやるべしって言うから、じゃあでも一回最初からやりますって言ったっけ、やるのやるのって始まったのね。佐藤さんたちは再び一から解読作業を始めた。通行つかまつり候。くずし書きの文字を読み解き、原文のまま忠実に書き起こす作業だ。これからまた20年もかかる長い道のりだが、津波で町の姿が一変してしまった今、自分たちの手で歴史を取り戻したいと佐藤さんは語った。塚祭り候文、